世話になってます。お世話になってます、コメントタイム、コメントタイム、はい、ハイノイトさん SP 確かに自分、うん、行動派だ、内向的な SP もいるってことですよね、うん、まあ愛がいますからね、はい、愛、はい、うん、はい、NT さんたちはとにかく謝らないと、うん、NF さんたちはなんだかふわっとしてますねと、うん、NFJ さんはすぐに謝りたがるというこの灰の人さん、うん、場を荒らしちゃいけないと思ってるんですかね、思ってるんですかね、はい、相手の心が痛いほど分かっちゃうんでしょうねと、うん、灰の人さんにとっては羨ましい限りですと、うん、でケールさん、ケールさんは公式セッション済み、いやここみたいな、うん、野良猫じゃない、うん、公式セッションで ENFJ だと、うんうん、確かに気づいたら謝っていることがありますね、うん、謝罪しすぎたら言葉の重みがないと思われそうなので気をつけないとと、うん、ケールさんタイプ Q は ISFP が多いというデータもありましたねと、ああそう、あ ISFP が多いかもしれない、そう S かも SP かもしれない、 SP かもしれない、うん、ということですね。 PFM さんも呼んだウィング語で INFP、うんうん、でトモッチさんも INFP、うん、みんな NF ですと多いですね、 NF ですとみんな、で澤さん、私もお疲れ様です、私も相当溜まっているものがない限り反応せず周りの判断に付き合いますと、うん、なんかそれが納得してないと辛いんでしょうね、要はその理想があって信念があって、うんうんうん、でもまあみんなに合わせるのかっていう合わせ方、うんうん、僕やっぱり NF じゃないのかなって思いますもんね、なるほど、合わせたくないときは合わせない、反論はしないけど、はい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 、勝手にこっちで合わせずやるそれ仕事をお願いした方からすると、うん、えってなるやつですね、まあ、仕事は仕事じゃないですか、あまあまあまあ、うん、それやるよと、まあ、契約ですからね、はいはい、これをやりますっていう契約、なるほど、はい、波乱を嫌うんですねと、あ波乱を嫌うんですかね、まあ、波乱を嫌うって言われるとそうなんですよって思うんですよ、はい、山山さん NT でもすぐに謝りますよと、まあこの姿勢の違いですかね、山山さんも NT とおっしゃるなら、その例えば灰の人さんも謝るって言ってたじゃないですか、僕も謝りますよ、はい、うん、NT、 はい、灰の人さん SP か、 SP です、うん、だから NT でも、はい、これ謝った方が得って思ったら謝るんじゃないですかっていう話ですよね、うん、はい、だからそのあじゃあ100点の謝り方かって話ですよね、100点とか心がこもってるのかって話ですよね、あそうですそうですそうです、 そうですそこ、うん、はい、誰が一番心を込めて謝ってるかって話ですね、うんうんうん、申し訳ないって一番誰が思ってるか、うん、NF っぽいですよね、そうなってくると NF っぽいですよねNF っぽい、はい、はいの人さん悪くないと思ったことでもですかねと、戦略的な謝罪とは別ですよと、これ多分山山さんへのツッコミですね、うんうんうん、はい、自分は悪くないと思った、あそう、はい、だからあの謝るじゃないですか、すいませんすいません、はい、僕は多分もう許してもらいたい一心ですよ、うんで許されればもうそれはそれでいいんですよ、うんうんうん、オッケー収まった、うんうん、終了って、うん、ってなるんだなと、うんうん、これ SJ と言いつつあの僕だけかもしれないんですけど、うん、あの反論全然大歓迎です、はい、魚さんこんばんは、 NT ですが、結構謝りますこれですよ多分、あ、うん、心はこもってないと見られがち見られがちですが、あすいませんでしたって感じじゃないですか僕なんかそれ聞き直しそうですね、え今なんか言ったってあ申し訳ございませんみたいなああ分かった、ああ分かったなりますね、それをもらった方は、うんうん、はい、魚さん相手が怒ってて自分が悪くない時ほど謝っとけと言われてすんなり謝れるようになりましたエクスキューズがこれですからね、うんうんうん、なんか謝っとけですもんね、謝っとけと言われてから、うん、あはいはい、すんなり謝れるようになりましたって、うんうん、PFM さん人に物を頼むとき謝りがちですと、あとありがとうも多くなっちゃいますと、うん、これ NF ですからちょっと置いときましょう、うんうんはい、トキトキさんほら来た同じ ESFJ 仲間が来たあのくの一二等兵です、はい、すいませんは言うというかメールの文面によく使ってしまいますねと、すみませんってあんま使ったことないですね、メールで申し訳ございませんとか、
謝罪、はい、あ、だから僕は謝罪だと受け止められたくないときは大変恐縮ですと、うん、あ、謝罪のときは言いますよ。あ、謝罪のときは言いますよ、もちろん、はい、うん、謝罪じゃないときですよね。でもなんか、あ、なんて言うんだろう、伊達政宗の頭の下げ方、頭は下げるが気持ちは謝ってないよのときってあるじゃないですか、うん、だから伊達政宗、ね、ここにちょんまげしてこうやってやったって言うじゃないですか、はい、ハゲを見ちゃった、はい、すいません、こうやってやったって言うじゃないですか、はい、はい、の時は恐縮ですを使ったりしますけどね。この、あ、だから僕もそう言われると、はい、魚さんと一緒です。ここは謝っとくべき、はいはいはい、とこだなって判断したら、はい、大変申し訳ございませんでしたから入りますよ。なるほど。でも現地を取りたくないじゃないですか、メールとかで。言葉ではいいんですよ。あ、まあ、それはだから本当に謝る時ですよ、こっちのミスみたいな、はい、でもなんかお客様が理不尽に怒っている時ってあるじゃないですか、はい、若干理不尽。あ、でもそれは大変申し訳ございませんでしたで、はい、あとは無視ですよ。あ、なるほど。メリーさん、こんばんは。 NT ですが、自分が悪い時だけ謝ります。悪くなければ謝りません、うん、っていうこの言葉に強さを感じますよね。うん、僕も謝らないです、悪くない時は。ともっちさんも NF は確かにごめんなさいということが多いと、うん、ケイルさん、自分が悪いという思う基準の違いもありそうと。あ、まあ、それはあるかもしれないですね。それはあるかもしれない、うん、この自分が悪い選手権は、うん、SJ も黙ってないですよ、うん、はい、というと自分が悪いと思いやすいかどうか、ね、思いやすいかどうか、うんうん、ただその思い方、僕の場合は、うん、ああ僕が悪いんでしょ、うん、っていうニュアンスなんですね、多分。どうせ俺が悪いんだよね、うん、っていう受け取りなのかな。あ、でも落ち込んでるときは違うな、俺が最悪だになるんですけど、俺が悪い、あ、俺がこれ悪いなって思いやすい、思いやすいはある、うん、SJ もある気がします、うん、正論化はできない、うん、僕はまあいいじゃんってなるんで、謝らねばになるあ、でもこれはちょっと SJ も名乗りを上げたいです、うん、はい、はい、許されたいの分かるケイルさんは NF タイプですと、うん、肺の人さん、共感能力、共鳴力の高さの方が生きづらさに直結しているような気がしますねと、うんうん、なんでこの辺はあれでしょうね、この生きづらさと直結するとすると、うん、多分その納得いってない時ですよね。あ、納得いってない時、自分からもうお願いする時とかじゃなくて、うん、納得いってない時にこのなんか謝罪を要求されたみたいな、うんうん、もしくはなんか謝っとかないといけないみたいな、うんうん、でもなんか心から納得いってない時に、うんうんうん、なんかその生きづらさと直結するとなると、うん、なんかその気持ちとどう折り合いをつけるのかが、うんうん、うまくいかない人たちがどの季節なのかなと思ってうん、うん、そうかもしれないですね、はい、バカでかい感情が来た時に現状から逃避するのが逃避する NFP か、うん、適応して耐える NFJ か的な感じですと。あ、それはあるかもしれないですね、はい、肺の人さん、 SJ は刺繍ボス的な世界の苦しみは全て僕は背負う的な感じがすると。この刺繍ボスっていうのがわからないんですが、うん、あのギリシャ神話で例えてるじゃないですか、はい、あのプロメテウスとエピメテウスと、うんうんうん、バッカス、うんうん、ディオニソスと、うん、アポロンで、この世界の苦しみは背負う的なのはなんか NT だったんですけどね、プロメテウス、あ、なんかわしについばまれて、うん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 、もうなお、ありますね、人に火を送ったみたいな、うんうんうん、で仮面巨人さんも仮面巨人さんはしくじった時は可能な限り謝罪したくない病ですわかります。だからあ、なるほど、あ、なるほどとかってあ、だから僕もそういう時はあるんですね、うん、なんか、あ、謝りたくない時、あ、もうなんか自分が明らかに悪いんだけどっていう、この人にはそう、うん、あ、好き嫌いです、あ、好き嫌いでとか、あ、この人には謝りたくないなっていう時は、うん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 、あ、なるほど、うん、あ、なるほど、あ、そうなんですねあ、なるほど、それは人によるってことですね、はい、うん、っていう時は出てきます、うん、はい、澤さん、私は本気で自分が悪いと思ってない時と自分がなぜこうしたのか、うん、それらを理解されてないと不満を抱いているときは絶対自分から謝らないと。あ、でもやっぱ NF は謝らないときは謝らないんですね、うん、思ってないときと
理解されてないと不満を抱いているときは謝らない。また NF でも人によってはやっぱり違いはあるっていうことですよね、うんうん。まあ、他 の, その最後のさっきの P か J かとか、はい、その辺も関係する。ああそうですね、うん。で、ハイノヒトさんは NF さんの怒りは確かにどのタイプよりも強いものを感じると、うん。メリーさん、お客と社内では露骨に違いますねと簡単に謝罪しますと。メリーさんは NT、うんうん、あ、これは多分打算的、打算的謝罪、これは謝罪しておいた方が物事うまくいく、うまくいく、早いよねって、うん、効率的だ、合理的だ、うんうん。ハイノヒトさん、自分は謝るのがここでの正解だから謝る、うんうんうん、謝るのがこの場での正解だから謝るっていうことですねと。ベートさんなのかな、 INFJ ですと、うん。自分が謝らなくてもいい局面でも、うん、条件反射的に謝ってしまうことがありますと、うんうんうん。あとごめんなさいとありがとうございますを同時に言ってしまうことが多々ありますと。ごめんなさい、ありがとうございますって。でもやっぱりありがとうを1000回言ってもやっぱり奇跡は起きないって話ですねよく言うじゃないですか、ありがとう1000回で奇跡が起きるって、あれ嘘ですね多分だったらもう、INFJ さんはもう奇跡が起きてますよ多分、うん、はい、1000回ぐらい余裕で言ってます、言ってますよね多分、うん。で、もこさんは謝るときはすいませんではすみませんと、申し訳ございません申し訳ございませんでしたと、もう一段上って感じですね、はい、申し訳ございませんでしたと、うんうん。もこちゃん謝らなくていいって、もう仮面行事さん、納得いかないときの謝罪するしないで悩むかどうかが生きづらいかどうかにつながる、うん、多分その辺ですね、うんうんうん、問題的には、うんうん、おそらく。ハチコさん、人のすいませんを聞いてるとこれ以上踏み込んでこないでの予防線としか感じられないとき結構あるなと、うん。まあ、本当そうなんですよ。まあそのソロですからね、はい、もう来るな、謝ってるじゃん、もう謝ってるじゃんって話ですよね、うんうん、悪いって認めてるって話ですもんね、はいはい。友人屋さんの嫌なやつへの対応がよくわかるか勉強です、うん、なるほど、仲間ですね。ああなるほど、うん、あそうですね、あそうですねって、うんうんうん。ハイノヒトさん、 SP、うん、とりあえず謝って OK、うん、SJ、 謝らねばならないから謝る、うん、NT、 悪いから謝る、 NF、 とにかく謝るけど決し怒ったら決して謝らない、うん、あだと一番謝らないのも NF かもしれないですね。気軽に謝るけど本当に怒ったら謝らない、本当に怒ったら謝らない、うんうん、の一番が NF かもしれないですね、うん。打算では謝らない、うん、まあ悪いと思ってない時に謝るかどうか。でそれはなんか打算なら謝るっていうのもあるわけじゃないですか、うん、でも悪いと思ってなくても打算なら謝る、謝るですよね。でも、うん、打算でも、うん、なんて言うんだろう、悪くない、謝りたくない、うん、っていう時、うん、っていう時 NF は謝らないかもですね、うん。軽いことだったら打算で謝りますよねでも嫌いな相手だったらどうします？嫌いな相手だと謝らないですよね謝らないですよね。そう、謝らないんですよ。あ、嫌いじゃない相手で、はい、まあ、謝っとけば済むなっていう時だったら、はい、すいませんって軽く謝る、謝る、うん。あ、でも、あ、でも僕はごめんなさい、嫌いな時、嫌いなやつでも、うん、謝る、強い時、相手が強い時、声が大きい時、うんうんうん、は、うん、めんどくさいから謝ります。僕逆に声が大きいときは謝らないです。なるほど、うん、この辺皆さんどうですかね声が大きい人っているじゃないですか、うん、あのクレーマー的な人、あ、じゃなくて、あ、威圧的な人、威圧的な人、威圧的で、エニアグラムでいくと8的な人で、若干それがなんか理路整然な場合あ、それは謝るかもしれないですね。で、なんか、あ、ちょっと嫌いだけど、うん、めんどくさい、めんどくさいなが入ってきたとき、あ、それは謝るかもしれない空気として、うん、そういうのは多分どのタイプでもいろいろ経験積んできてるんであ、そうですよね、対応していくみたいなところがあるかなっていう、はい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 。でこの辺がなんかその上手にできないと生きづらさに感じるのかなって、うんうん、あ、うまくだから処理できるかどうかじゃないですか、自分の感情、そういう気持ちを、あ、自分の感情ですね、生き、うんうん、づらさっていうのは、生きづらさ、うん。でもなんかそういうネガティブなのを受けた時じゃないですか、はいはい、自分の感情がこの、うん、うわーってなる時って、うんうん、
その対応の仕方が、うん、なんか NF の方が苦しそうだったんですね。うん、そうだから上司に叱られた、叱られ理不尽な感じで叱られた時とか、はい、そういうことですよね、はい、要はなんか、うん、発散できないのかな、はい、できないから辛いんですかね。うん、VERT ベートさんと読みますね、すいません、はい、仕事でフォローしてもらった時に相手の時間ややるべきことに割く時間を奪ってしまっているのを気がして、ごめんなさい、私が至らない部分を補ってくれたに対してありがとうみたいなニュアンスですかね、と。なんでまあこういうのは誰でも謝りますよ、ね、こういうのは誰でも謝りますよ、謝罪じゃないですよね僕の、はい、感覚的には。 NFJ さんたちはそういうかわし方が、うん、うまくない人が多いかもしれないと。うん、やっぱりこの理想っていうものがあるからですかね。うん、理想っていうものがあって、その折れない部分がある。 NF の人、 NF の人、うん、NF で特に J さん、 NFJ の人、 J の人、ジャッジの人、うん、納得いかなくてもケールさんは謝るが、実は気持ちの処理は苦手、うん、そんな時は社会が許す限りは引きこもりますと。ああ、だからもうこれもあるんじゃないですか。引きこもる、引きこもるというか謝る、なんか経験上謝った方がいいっていうのは多分大人なら分かってて、誰しも分かってて、うん、はい、他の人と同じように謝るし、絶対謝る、自分が悪いと思ってなかったら謝らないなんてことはないけど、はい、その気持ちを処理しきれないみたいな。ああ、なるほど。で引きこもっちゃうみたいな。なるほど、うん、まあ一人カラオケ行けばね、大体破産できますけどね。まあ今コロナですからね、コロナですからね、はい、カラオケは空いてないですもんね。そうですよね、うん、はいの人さん、自分は自分、他人は他人にならないのが不思議ですと、うん、やはり高い共感力のなせる技、これ NF なんですね多分、うん、でも僕はこの自分は自分、他人は他人っていう感覚があるんですよね。多分もう一回考え直しですね。考え直しかもしれないです、はい、はい、川さん、自分も一応、うん、うん、INFJ を辞任、うん、表面上相手の言っていることが、うん、どの視点で、うん、どういった気持ちで自分に謝罪を欲求しているのか分かっているつもりですが、うん、自分の視点からしたら、うん、私の言動が理解されてない上で相手の解釈の違いから来る怒りに耐えきれない感じですと、うん、うまく自分の気持ちや浮いてかれている状況を説明できないので諦めて無言で貫き通すか閉じこもりますと。うん、わかりました。まあ要は自分は悪くないって話ですよね。相手がなんかこう謝罪を要求してるわけですよね、はい、だけど相手のこともわかるけど、あなたは私の気持ちわかってないでしょうってとこじゃないですか。あ、私には私のこの理屈がある、はい、悪くないと思ってる理屈があるけど、はい、あなたは私のことを理解してないでしょうみたいなとこじゃないですか。なるほど。で諦めて無言を貫き通すかこもる。なるほど、うん、こもる、こもるんですね。閉じこもる、殻を閉ざすってことじゃないですか、はい、シャットアウトです。他人に怒ったことを自分のことのように感じてしまう、うん、トモッチさん、他人との境界線を引くのが薄いのはありますねと、うん、トモッチさんはタイプ4、うん、沢さん、他人の悲しみが自分の内側に広がってくる感じですねと、うん、自分勝手な想像から来ているかもと悩みがちですと。うーん、何でしょうね、この人が入ってくる感じって、他人の悲しみが共感しすぎるってとこですよね。他人の悲しみが、僕もあんまりその辺が。ははアプロンじゃないな。さてはさては、あのウクレレを短期的にパンパンパンって買うあたりとか。はい、はい、なんか自分もよく泣いたりするんですよ、うん、僕かわいそう、僕かわいそうで、うん、でも僕かわいそうなんですよね。僕かわいそうです、うん、あの人かわいそう、あの人かわいそう、もうなくはないな、あの人か、あの人かわいそう、あの人かわいそうって何ですか。あの人かわい苦しそうなのを見てかわいそう、それは努力不足ですよ。急にメリットクラシー、ハイパーメリットクラシーじゃないですか。あ、分かった、僕が生きづらいのは僕がかわいそうだからです、うん、あ、僕がかわいそうって思うから、はい、うん、僕かわいそうなのは僕です、うんうん、僕が苦しいから泣くんです。でこの人たちは、はい、
あの人かわいそうなのもそれで苦しくなっちゃう。ああ、それは大変だ。大変ですね、それは。それは大変ですよ、うんうん、だって解決しないもん。解決しない、自分のことじゃないですからね、うんうん、2人分だ、2人分、 NF は2人分苦しいんだ、うんうん、これは変なもん拾いましたねNF さん大変ですよこれ、うん、他の人の分を背負うことが NF、 NF、うんうん、この辺かもしれないですね、うんうん、僕もないもんそれ。僕もあんまり、いやかわいそうはもちろんありますよ。あ、まあ、同情とかあるけど、うんうん、なんかその入ってくる感じ、そこで自分が悲しくなることはない。そう、僕もなんか、うん、ポロって泣いたりはする、それはなんかはい、はい、うん、だけど帰ればもうご飯は美味しいですよ、うん、山盛りご飯ですよ、うん、まあ、自分に置き換えて、あ、まあ、でもそれが共感なのか。だからこの動画で泣いたりもするんですけど、はいはいはい、それは結構なんかその、うん、受けたりするかなっていうのもちょっと入ったりはする、うんうんうん、受けるから OK はあるんですよそれは、うんうん、一歩間違えると芸宗教家や政治活動になってしまう共感力。まあ宗教家ですよね、うん、はい、あのこの本では哲学家となってました、うん、はい、まあ、でもカリスマですよね。人の共感すると多分共感が返ってくるじゃないですか、まあ、信者には、信者からは、信者からは、はい、人の気持ちと自分の気持ちが混ざってしまうことがある。他人の気持ちを分かってしまいすぎて何か自分だけ違うことを言ってるなと思います。そのせいで他の人の分もいろんなことしょっちゃう PFM さん、うん、あ、もちおもちさん、 INFJ の男性は特に生きづらいでしょうねと、うん、ジェンダー不一致な性格だと思います。社会から求められるものとも真逆な性格というご感想をお持ちだと、はい、INFJ いわば呪術師宗教家ですねと。共感という話で言えば、うん、エンパシーっていうのを聞いて本を読みましたが、他者を含め外で起こっていることを自分の身に起きているように知覚する人らしいですよね、うん、あ、外で起きていることを、なんか自分の身に起きているようにってとこじゃないですか。苦しいことが、なんだろうな、悲しいことなんですか。ってことはやっぱり苦しいことが人の分だけある、入ってくるってことですね。あ、そう、あ、だから誰かが怒られてるのを見たら、はい、見てもうすごい理不尽に怒られてるのを見て、はい、かわいそうっていうのがまるで自分が怒られてるような気持ちになって苦しくなるみたいな。あ、他人が怒られてるのに自分は関係ないのに、それを見てるだけでまるで自分が怒られてるみたいな。そこは若干気持ち分かりますけど、うんうん、度合いが違うって話ですね多分。度合い、苦しいです。いや、空気が悪いなって。空気は悪いなは僕もありますよ。わ、ちょっと空気悪いな、空気悪いなって。だけどそれは自分が怒られてる感にはならないじゃないですか。そうですね、うん、あ、僕じゃなくてラッキーもあったりするじゃないですかあ、それはあれ、その中に、あ、こっちに飛び火来ないといけるなみたいなあ、そういうのも働いて黙々って湧いてくるじゃないですか、はいはい、うん、かわいそうだけにはならないじゃないですか、うん、だってそれがこうまるで自分が怒られてる当事者のかのように、それは苦しくなってしまう。大変ですね、それは大変、うん、それは大変、うん。